以前、ハキ発着所は、福岡県朝倉市ハキ池田にある、たバス管理の発着所である。バス停留所としての名称は、ハキ。国道386号沿いに位置し、現在は JR2 日、市駅から出発する、一般路線バスの終着地の東端である。当初、この場所に、街道上に付設された、朝倉軌道の終着駅が設けられ、 旧破棄町の交通の要所となった。その後、この路線を引き継いだ路線バス事業者の西鉄が、破棄自動車営業所として開設した。その後、幾度かの変遷を経て、西鉄バス二日市が管理する停留所となり、2016年11月より、施設内にたバスの破棄営業区が設置されたことにより、たバス管理となった。また、 大分自動車道破棄インターチェンジから資金に位置し、高速道を通るバスが発着するため、旧破棄町と福岡市を結ぶ拠点ともなる場所である。旅客向けの案内は、一般、高速路線ともに破棄で統一され、正式名称である破棄発着所という案内はほとんど使用しない。周辺は旧破棄町の中心市街地であり、朝倉市役所破棄支所にも近い。なお、 道路を挟んだ向かい側に、浅倉市、相乗りタクシー、破棄停留所が存在する。営業所を併設することや、高速バスがここで展開を行うことから、敷地自体は広く、バスの駐車スペースも十分に取られている。駐車スペースは、北側に、大型車専用、西側と東側に、小型車専用のものがある。敷地は広いが、待合所自体は、 あまり大きくない。以前は、売店と簡易窓口、飲料用自販機を備えた待合所を設置していたが、売店、窓口が閉鎖された後、2011年に、飲料用自販機とベンチのみを設置する、待合室に建て替えられた。なお、北バス破棄営業区では、乗車券やカード類の販売等は行っていない。便所は、 待合所の外に設置されており、敷地の西側の北バス破棄営業区事務所に併設されている。事務所2016年11月1日、北バスの貸切バス事業が拡大されることに伴い、発着所内に北バス株式会社破棄営業区が新設された。同時に、親会社である西日本鉄道より、天城幹線の一部便について管理委託運行が行われることとなり、 破棄営業区に付随する組織として、西日本鉄道破棄第二自動車営業所も設置された。破棄発着所内にバス営業所が開設されるのは、旧西鉄バス両地区破棄支社閉鎖から約9年4ヶ月ぶりとなる。新設時点での配置車両は、貸し切り車5台と、他に西日本鉄道より管理委託を受けた一般路線車が在籍。 営業所表記は派である。前述の通り、2005年末までは、西鉄バス両地区の破棄支社であった。以下に、破棄支社時点の路線を掲載する。AB、貸切バス営業所の新設につきまして、ひたバス公式 HP トピックス2016.1031、ひたバス株式会社フェイスブックページ。ありがとうございます。